ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。さあ今回はちょっとゆっくり飲みたい、そんな時におすすめの家庭料理ジュジュをご紹介します。西立エリア恵比寿通りから入ったビルの1階、話が弾むカウンター席とお座敷席のアットホームな雰囲気の中、人数問わずゆったりと過ごせます。今回ご紹介くださるのは岩田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらシックでとっても落ち着いた店内ですけれども、お料理にはどんなこだわりがあるんですか？はい、宮崎地どっこや地どりの刺身などと、女性にも嬉しいヘルシーな料理もご用意しています。そんな中でもおすすめのメニューをご紹介ください。こちらおまかせ野菜天盛りです。綺麗ですね。ありがとうございます。地宮崎県産の野菜を使って、基本は5種類以上用意しています。でも今回数えてみると、はい、11種類ありますね、はい、今回はすごい、もうこれだけで1日分のお野菜が取れちゃいますね、はい、どれがおすすめですか？とこちらの佐土原なすの天ぷらがおすすめです。それではいただきます。うん、衣がカラッとしていて、でこの佐土原なすの甘みがしっかり感じられますね。これだけボリュームがあっていろんなお野菜があると綺麗になりますね。家庭料理ジュジュのこびきブルーに合う一品は何でしょう？こちら牛ホルモン味噌炒めです。またお野菜もいろいろ入ってますね、はい、もやし、キャベツ、赤ピーマン、ピーマン、人参などですね。こちら味噌だれは手作りで使ってます。ではでは、ありませんね。牛ホルモンの旨味とそして野菜のシャキシャキとした食感、最高の組み合わせですね。ありがとうございます。一見ボリュームがあるんですが、女性でもペロッと食べられますね、はい、女性の方でも一皿食べられる方たくさんいらっしゃいます。気持ちわかります。ではではここでいただきます。美味しいですね。こびきブルーがすっきりとしていますので、味のしっかりした料理にもぴったりです。ぜひロックでお楽しみください。やめられない美味しさです。今回ご紹介した家庭料理ジュジュのぬくもりあふれるお料理の数々、ぜひ皆さんも味わってみてください。それでは岩田さんもご一緒に、はい、今夜もブルーで乾杯。家庭料理ジュジュで使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは番組ホームページまたは MRT アプリをご覧ください。お店の場所は恵比寿通りから入ってすぐ、こちらのビル1階です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。